こんばんは、おばちゃんです。なんかね、中国の人がとんでもないフォークリフトの使い方をしてんだって。え？何、フォークリフトも中国雑技団っていうことなのかしら。そりゃこうなるでしょうよ。うん、いや、おばちゃん、フォークリフトなんか中国雑技団映像かと思った。最近さ、4WD が中国でさ、歩道橋をさ、走行した事件で、運転手逮捕されたじゃない。あと、貨物用のさ、三輪バイクって知ってる？中国の。なんか、いらない予感しかしないでしょ。でも、なんか、このさ、フォークリフトの動画とかさ、4WD が、歩道橋走った映像とかさ、あ、すごいとかって思わないって言って、これだと思うのよね。このやばい車とか、平気で走ってる映像とか、もうみんな目にしてるでしょ。あと、大きな車、これ掃除するやつ。みんなね、驚かないでね。実はこの車、進化を遂げてんのよ。今ね、16本乗ってんのよ。これ取り付けてるほうきの一本をぶっ飛んだだけでとんでもないことになるという発想は多分ないかと思います、ばっちゃん。それが一番すごいかもしれませんね。見ておいた方がいいんじゃないかっていう動画のね、ご紹介です。さっきまでお邪魔してたんだけど、海外の折り紙職人が109時間かけて紙1枚から決闘する2人の騎士を制作。構想2年半の超大作、やったつけて。これね、すごいね、フィンランドのね、折り紙職人で、ユホ・クンコラさんっていう人がいるらしいんだけど、たった1枚のね、紙からね、すごいね、109時間を早送りで動画にしてるんだけど、それ1時間あんのよ。だから最初から最後まで見れるという超大作の動画にもなってるんだけども。すごい。なんていうのかな、脈動感っていうのかな。なんかそういうのがすごく表されてて。この人以外、ここの域まで達する人はいないかなっていう、すごい動画になってます。もしよかったらね、皆さん遊びに行ってあげてください。いやー、109時間でしょ。おばちゃん、そんなに折り紙だけ折ってたら眠たくなっちゃうよ。ガム買ったりとかさ、あと、小腹空いた時にちょっと、ケンタ、いつもより多めに買って、あと、ウーロン茶買って、あと、柿ピーとか、なんか物噛んでないと眠たくなっちゃうじゃん。あと、これこれとかさ、アンジャオトジャの動画見たりとか。そうじゃないともうやってられない。きついよ。ちなみに、この人が作る作品、すぎてやべえ。いや、なんじゃこれ。多分、この領域まで達する人ってこの人しかいないんじゃないのかなと思う。だって構想だけで2年以上でしょ ?2 年半とか。下手したらもっと長い期間さ、これこれこういう風に編んでっていうのを、まず2年間ぐらい考えてから、で、やっとスタートするってことでしょ。いやーまあ、世界でこの人しかできない芸当かもしれないよね。いやもうね、アートとかっていう次元を超えてんじゃないのかなと思う。ちなみにね、おばちゃんのね、友達にもね、折り紙職人いんだよ。多分、東京シルクラブずっと見てくれてる方だったらわかると思うんだけども、そのね、友達ね、家遊びに行くと床にね、なんか丸まったなんか散り紙がいっぱいね、多分雪だるまを表してんじゃないのかなと思うんだけど、丸まったね、ティッシュがいっぱい転がってんのよ。で、おばちゃんよく怒るの。アートなんだけど、こういうのはゴミ箱に捨てろやっていう、おばちゃんすごく怒んねえよ。え？投げてるけど入らねえって言うのよ。いや、そうじゃなくて。
自分の部屋にそういうのが転がってるのって嫌じゃないのって言ったら、え、俺は別に気になんねえけどって、いや、俺が気になんだよって。いや、おばちゃんの周りもみんなそいつんち遊びに来て気になんねえよ。だからなるべくその雪だるまがあるところを避けて座るようにするんだけどさ、座布団とかないのって、安全地帯を設けたいじゃない。私信じられないんだけどさ、そういう雪だるまをさ、そのなんていうの、床に放置してるその気持ちがわかんないのよ。嫌じゃないのかしら。匂いとかもね、嫌よね。私ちょっと信じられないんだけど、そんなことするやつ友達がいないんじゃないかと思ってたんだけど、いるみたいね、他にも。まあこのツイートの人のね、まあ名誉のため名前はちょっと、まあ名誉もクソもないけどさ、隠しとくんですけども、野良孫の引用紙みたく、走れ、イヒヒとか言いながら、テコテコしたティッシュを丸めてポイして、くずかごにぶち込んだものが、ちょうどよく角に当たって床に転がった途端に、ラフレシアのように丸くティッシュがパカッと開花して、ぼーっとしながら見てる。何なのよ。いや、何なの。いや、ちょっと。いや、この世はオダティなの。もちろん、ちょっと信じられないけど、もしかしたらこの世はオダティにまみれてんのかもしれないね。ラフレシアってなんだよ。ちょっと、吐き気がしてきたよ。ラフレシアってなんだよ。なんかね、農家の男性が人参の雪崩でイケメンになってね、亡くなられたニュースかなんかね、流れてきたのよ。人参の雪崩って何と思ったら、おー、わ、これすご。スペイン中央部セゴビア県で、今月20日、男性が人参の、イケメンになり、お亡くなりになりました。前例のない、死亡事故だとして注目されています。事故があったのは20日未明で、セゴビア県バレラドの農業用倉庫だった。勤務中だった男性被害者34の頭の上に、出荷前の人参が雪崩のように降り落ちてきて、生き埋め状態になったそうですね。午前3時に通報を受けて救急隊が駆けつけたものの、もうすでに男性の意識はなく、現場でお亡くなりになりました。うーわー。人参の量はどれぐらいだったかっていう報道はされてないんだけども。あー。これなんかそういうところに、なんか、保管しといて。で、扉かなんか開いて、ダダダダダって出てきちゃったのかしら。はい。すーご。家でね、なんか料理作ったり、家事されたり、あと、作業される方はね、安全を必ずね、確認して作業してください。私を物にしたいなら、もっと、ズビビとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？